ジャース、大谷翔平投手の元通訳、水原一平氏は違法賭博に関与し、大谷の口座から約450万ドル、約6億8000万円、を盗用した疑いで球団から契約解除された。先日、この衝撃的なニュースがスポーツ界を駆け巡りました。日本を代表するスター選手、大谷翔平の名がこれほどのトラブルに巻き込まれるとは、誰もが予想だにしなかったでしょう。米国のメディアは大谷が気づかなかった理由を指摘しており、一体何が起きたのか。その真相を探るべく、私たちは元 FBI 捜査官の分析を通して、事件の裏側に迫ってみたいと思います。事件の中心にいるのは、かつて大谷翔平の通訳として活躍した水原一平氏です。彼はギャンブルに溺れ、多額の負債を抱えていたとされています。その結果、大谷の口座から違法ブックメーカーに莫大な金額を送金した疑いがかけられました。しかし、大谷自身は一切の関与を否定し、20日の開幕戦後に初めてこの事件を知ったと述べました。この驚くべき出来事について、米国のスポーツベッティング口座を開発し、指導も言っているデビッド・ビン・ウレラ氏は、カリフォルニアのような場所では起こりうると指摘しています。カリフォルニア州ではスポーツ賭博が合法化されていないため、一般の人々が非合法のブックメーカーを利用することは決して珍しいことではありません。では、大谷が自身の口座から何百万ドルもの送金を気づかなかった理由は何なのでしょうか。元 FBI 捜査官はこう分析しています。大金を稼いでいる人間があれだけの金額を送金するのは珍しいことではない、と述べ、水原氏との間に何らかの合意があった可能性が高い、と指摘しています。一方で、コンサルティング会社を経営するピーター・グルーク氏は、電子送金を行う際に通訳が権限を持っていたかどうか疑問を呈しました。さらに、諸銀行が顧客を知る責任がある場合には、一定の設定値はあるべきだ。お金が違法な活動からのものでなく、テロへの資金源などにならないことを確かめたいだろう、と述べ、銀行の責任を問いました。大谷翔平という日本を代表するスーパースターが巻き込まれたこの事件から、我々は何を学ぶべきなのでしょうか。まず第一に、スポーツ界においても犯罪や違法行為から逃れることはできない現実を直視しなければなりません。選手や関係者が持つ一般的なイメージとは裏腹に、闇の部分も確実に存在するのです。また、この事件は金銭管理とセキュリティの重要性を改めて示しています。大谷の口座からの巨額の送金が行われたにもかかわらず、それに気づかなかったという事実は、彼の財務管理の甘さを浮き彫りにします。最後に、この事件はスポーツ界全体において、より厳格な管理と監視が必要であることを示しています。関係者や選手が法に反する行為に関与するリスクを最小限に抑えるためには、厳しい規制と監視が欠かせません。大谷翔平が関わった 6.8 億円の送金事件は、スポーツ界における闇の一端を示すものでした。元 FBI 捜査官の分析によれば、この事件からは金銭管理とセキュリティの重要性が浮き彫りになります。今後は、スポーツ界全体でより厳格な管理が求められるでしょう。